おはようございます。5月2日火曜日の全国の天気をお伝えします。日本列島は移動性の高気圧に覆われて広く連休のお出かけを楽しめる天気です。東北エリアでは朝のうち雲が広がることがありそうです。特に日本海側、山形や新潟では午前のうち雨が心配です。ただ午後になると日差しが届き、ご覧のように日中は各地で日差しが届きます。屋外で過ごす予定のある方は紫外線対策をしっかりと行ってください。またたっぷりと日差しが届き、日中は気温が上がって過ごしやすい陽気です。東京の予想最高気温、大阪ともに23度を予想しています。各地20度前後の気温まで上がりそうです。内陸を中心に朝晩は冷えますので、上着など体感温度を調節しやすい服装をお選びください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。